3人の方のお話が終わりました。それぞれ、ね、専門的な立場で、いろいろな視点で、お話しいただきました。いろいろ皆さんから質問をあれ来てますか、はい、ちょっと少しまだ時間がありますから、今手元に来られている質問をちょっと紹介して、まず高橋さんの方でよろしいですかね。こういう質問が来てます。まあ、今年オペンハイマーって映画がね、公開されましたんで、オペンハイマーの、ね、映画が公開されたこともあっての質問かもしれませんが、マンハッタン計画の中心にいた、まあ、オペンハイマーですが、こういう人、オペンハイマーなどはその広島長崎の被爆状況を知っていたんだろうかということで、まあ、事前には当然知ってないとしても、まあ、その原爆の影響についてはある程度知っていたのかどうか、それから米軍の情報というのは非常に隠されてきたということが高橋さんが指摘されているわけですけど、このマンハッタン計画の、ね、中心にいた人物たち、まあ、グローブスとかいろいろいますけれども、そういう人たちにも科学者は知ってなかったのかどうか、隠されていたんだろうか、そういう人たち現場の人たちも隠されていたんだろうか、まあ、いうような質問だと思います。それからもう一点はですね、広島長崎の前に模擬爆弾というのが全部投下されました。私のいる静岡県の島田市なんかに落ちてますけれど、その模擬爆弾を落としたということについて、それはフォーラウト研究のために何か役に立っているのか、あるいは全く無関係なの、その辺のところをもしご存知でしたらお答えいただけますか。はい、じゃあまずその模擬爆弾についてなんですけれども、アメリカはその戦略爆撃っていうのをしているんですね。で、それはドイツに対しても、で、いただければ空襲ですね。そう、空襲なんです。で、まあ、計画的に爆撃をする、それを戦略爆撃というんですけれども、この広島、長崎にこの原爆を落とす前に、この模擬爆弾を落として、で、どこにどれぐらい影響があるか、そういう爆発力ですね、それを中心に測るために、計画的に落としていた。で、これは広島、長崎の前の原爆の前だけではなくて、実は朝鮮戦争の時でもそういうことだったんですね。ですから、その戦略爆撃の延長線上に原爆を落とすっていう、で、原爆にしても1発2発、さらに戦争が続くなら、当時グローブスは3発目も具体的に計画をしておりました。具体的にこの、送って、ケニア島に送って、そこで組み立てて、で、3発目落とすとか、そういうことまで実際にやっていたので、ですから模擬爆弾そのものがパンプキン爆弾というふうに言われてますけれども、それは極めてこの原爆あるいはこの空襲に対して結びつく、そういう爆撃です。で実際にこの戦後も含めて、その実はこのドイツを対象として調査を、戦略爆撃調査団というものができるんですけれども、それができるのが1944年なんですけれども、日本に対してもこの戦略爆撃調査団の研究対象となって、その結果としてこの広島長崎の調査がされますし、広島長崎のみならず本当にこの戦略爆撃の影響、それを調査するわけです。ですから当時まだ空軍がなかったんですけれども、戦後 その空軍そのものの創設、空襲の影響、モラル的な影響、それも含めてこの調査するという、そういう計画がされていたし、その軍事目的の調査のために広島、長崎も含めて、おそらく高知も、空襲の対象となったところは全て研究対象となっているので、それでこの、資料としても残されているわけです。で、ここでですね、最初の質問にまさしくつながるんですけれども、戦略爆撃調査団、
このようにこの空襲の影響ですね、空軍の影響、空軍というか、まあ、戦略爆撃の影響、それを調査するためであって広島長崎を含めてこう収集されるんですけど、まあ、その時にこの米軍はその映像で記録するわけです、被爆した人たちも。あと日本映画社というところがその日本政府の命令でこの、まあ、撮影をしていたんですけれども、まあ、占領後、まあ、その撮影そのものが中断されるんですけれども、まあ、10月からその今度はこの戦略爆撃調査団の、まあ、調査としてこの映像 の、 調査記録が継続継続されていて、まあ、先ほど斉藤さんが紹介されたようにこの西山地区のことも含めて極めてこの重要な映像を撮っているんですね。でその映像を撮る目的そのものが戦略爆撃の影響なわけで、で誰に見せるか、まあ、そもそも人々に知らせるためではなくて軍事目的の撮影ということは軍人および、この原爆の製造に携わった人、まあ、関係者に見せるために撮られているわけですね。で軍事機密情報なわけです。ですからオッペンハイマーは必ずこれを見ているはずだと私は見ております。でオッペンハイマーをご覧になっていない人のためにこの本当は我慢するべきなんですけれども、オッペンハイマーで、この描かれていないことがあるんですね。つまり、この軍事情報としてのフォールアウトです、まあ、今日のタイトル。つまり、トリニティテストの時も、広島長崎の時も、もちろんビキニ水爆実験の時も、もう必ずフォールアウトは起こってるわけですね。ところがあの映画の問題は、まあ、それが一切描かれていない、それが問題だというふうに思います。もしフォールアウト、まあ、それを極めて問題のある形でこの描いていたとしたら、映画は本当にこの核兵器そのもの、核廃絶に結びつくような、まあ、そういう素晴らしい映画になってたと思うんですけど、残念ながらルイス・ストローズは出てくる、いわば悪役として出てくるんですけども、彼がマーシャル諸島の人たちに何をしたのか、ビキニ水爆被災の人たち、大国クリマルも含めて高知の被災戦の人たちも含めて、まあ、そういう人たちに対して何をしたのか、まあ、そういうことは一切描かれていない、それが私は大変問題だというふうに思います。でオッペンハイマーも知ってるはずということで、ちょっと時間の関係でまあ、オッペンハイマーの映画を見た人もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、オッペンハイマーは何か水爆実験でね、テイラーたちの企画した水爆実験に反対したようなことを言われているけれども、まあ、事前にそうなったけど、アメリカ大統領令で水爆開発ということが決まった時点ではオッペンハイマーもそれを承認してますよね。だからそのオッペンハイマーも水爆の開発には協力しているという事実があれでは描かれていませんね。あともう一点、このまあ、今日皆さんにこの、まあ、ストローズがこの CIA にクリマル調査を依頼したあの資料を見せたのは、まあ、ちょうどそのビキニ水爆被災の直後にもちろん依頼してるんですけども、オッペンハイマー聴聞会ってありましたね。あれはアメリカ原子力委員会のセキュリティクレアランスの聴聞会で、この秘密会なんですけども、もうそれが行われたのもちょうど同じ頃なんですよ。ぴったり同じ頃なんですよ。だから、まあ、ストローズっていうのはこうオッペンハイマーもスパイ疑惑にはめてしまいますし、福竜丸の乗組員もスパイ疑惑でこうはめておりますので、まあ、なんて人なんだっていうことですね。じゃあ内藤さんにちょっとこういう質問を投げていきましょうか。その要するに、核禁条約はこの被災戦員、ビッビーの例えば被災戦員とか他にもグローバルな被爆者というのがいるんですね。核実験のソ連でもフランスの南、太平洋の被爆者もいます。そういった人たちの救済を目指しているのかという端的に言えばそういう質問なんですけどね、どうでしょう。本来日本が
締約国であればそれについてちゃんと調査をした上でやるべきだというふうに思います。あのそれと同時にあの一番これから核禁条約の第6条7条特に第6条の核被害者支援の問題で問題になるとすればどの範囲の人をどういう形で支援するのかという最大の問題だと思います。あの放射線の被害というのは実を言うとあの最初被爆した時に急性症状などが見ればかなり光線量を浴びたみたいなことはある程度推定ができますし血液検査斉藤さんが言われたのもそういうことに当たります。でかなり光線量を浴びたことまではあれなんですけどその後がんになったことについてそれが放射線のせいなのかどうかっていうのをその人の細胞を全部調べてもわからないというのが今の科学の状況なんです。非特異性といってあの放射線の影響なのかタバコの影響なのかウイルスの影響なのかはわからない。そうするとある程度集団的にものを見ないと放射線の影響であるかどうかはわからない。そうすると被災線の人でもそれを放置したままにしておくのはおかしいのでやっぱりこの人たちが被害者だということをある程度推定した上であのまああるいは人類の被害と言ってもいいようなものなのでそれをどうやって支援していくのかという今核禁条約の6条7条の最大の問題だと私は思っています。でむしろ締約国がどうのこうのしては悪いんですけれどもむしろこの訴訟に勝つことによってあの6条7条に何かしらの寄与をしたいというのが私の中には正直言うとあります。核被害者の援助というのはこうやってやるんだとそれのためのことを政府もちゃんとやれっていうような形にできれば持っていきたい。でその出発点をコーチの皆さんと共に進めていきたいというのが私の中にあるのであのまだ非常に難しいだいぶ時間が経ってて大変なんですけれども旗ゼミの状況とか専門家の皆さんの協力を得たりあるいは全国にも被害者がたくさんいらっしゃ被災者がいらっしゃるのでそういうことを含めて何とかしたいなというのは私がこの訴訟に思っている思いです。で日本で救済されるんであれば先ほど下本さんもおっしゃっていましたけどマジロがねあの要するにマーシャルの人たちあるいは家族だったりクリスマス島だったりそういう人たちにとってちゃんとこういう基準でやればできるじゃないかっていうのを示したいなというふうに私は思っています。そんな感じです。あの一つだけ紹介しておきますけどあの今、この裁判の訴訟のね意見書として協力していただいて、大きな力をいただいた、星正治先生、広島大学の名誉教授ですけどカザフでやってる実験をあの皆さんに紹介してねでそれをあの、まあ、その意見書にも反映させています。だからグローバルなそういうあの核実験被災者の動きがこの訴訟にもあの現象として専門家の意見書として出てきております。それで、まあ、核禁条約は本当にあの核実験の責任と私は言うんですけど核実験をやった国は何も責任を取ってないですよね。これをやっぱり穴を開けるところが大事かなというふうに私は思っております。で、斉藤先生斉藤さん、はいはい、あのこういう質問があります。残留放射線ホールアウトですね、このによる長期的な健康影響というものの実態はどこまで明らかになっているでしょうかと端的に言えばそういう質問ですが学術的、医学的にどういうふうにあの把握されているんでしょうかというその辺どうでしょうか。ちょっと一言では質問が答えにくいですかね。ホールアウト被害の晩発性障害の研究は、大掛かりなマスとしての疫学調査はありません。で個別調査として例えば広島の西側に広がった黒い雨、被爆による、濃いとか高須とかという地域で、黒い雨が比較的高い線量で降雨するんですけどもそこでの、まあ、住民の一人であった一事例について、その人は実は私の患者でもあったんですけども、
肺がんや胃がんや大腸がんやそれから血液の病気とかと非常に多重の悪性疾患を、併発するんですね。で、そういう事例については染色体検査も鎌田七尾先生らを中心としてなされておって、エビデンスをしっかり構築して、フォールアウトによる万発性の障害ではないかということをレポートとしては出しています。つまりマストストのデータは、まあ、ないと言ってもいいと思います。先生 の、 あの紹介されたあの西山地区の長崎の、はい、西山地区でのフォールアウトの影響のそういう健康調査もまだあのそういう意味ではレポートにはなってないですか。西山地区貴重なデータなんですけども、やはり白血球増加というところに着目したのは、まあ、非常にあの先見の明だったと思うんですけども、その人たちを例えば半世紀にわたってフォローアップするっていうそういう疫学局の体制そのものが ABCC は進んだんですけども、日本が独自的に構築したものは一切ないんですね。西山地区だけの問題じゃなくてですね。したがってあの西山地区のその後の展開というのはデータとしてはありません。あの西山地区で白血病の症例はいつか報告がありましたよね、はい。あそこの地区からですね、募集団としては数百名だったと思うんですけども、数百名もなかったかな、募集団としては、まあ、要するに3桁ですね。でその中に2名の、慢性骨髄急性白血病という、あの病気が発症してます。でそれが、放射線起因というふうに考えるならば、数百名の母集団から2名の白血病発生っていうのは、単純に考えれば疫学的にはかなり高い発生率なんですね。そういう視点で見ると、まあ、そういう視点で見て長崎大学の研究者長を中心として、そのデータをきちんと論文化してますけども、何分2名っていうのはですね、疫学的評価にはなかなか耐えられないという問題もあって、その問題指摘というところにとどまっていると思います。以上です。はい、ありがとうございました。それからまだちょっとだけ時間、端的に質問、ちょっと最後に質問させて、あの高橋さんに、ビキニ被災の実態で、まだ、例えば米国でまだ隠されている軍事機密があるということでいいんですか。そういうことでいいでしょう、先生。はい、高橋さんあの、まだ国立公文書館に行けば、調べられる可能性はある。あのあのまだ情報公開請求していなくて、これからしようと思っています。あの今日示したのがまさしくそうなので、だから逆に今現在も隠しているという証拠書類になります。あとあの今日紹介したのは、そのアメリカ原子力委員会側の資料から出てきたあの、まあ、資料なんですけれども、あの、まあ、実はこの米あのアメリカ国防総省ですね、デパートメントディフェンス、これあのそこの資料に渡っていて、で、まあ、そこの資料の中に米軍特殊兵器計画関連の資料があるんですね。で、まあまあ、その中でこのかなり、まあ、収集もしておりますし、いまだに隠しているのもありますので、あの、まあ、こういう放射性効果物研究そのものが軍事研究なんですね。ですから、まあ、関連資料の広島長崎も含めて、あのまあ、まだまだ隠しているはずだし、あと ABCC についてもその米軍特殊兵器計画、あの放射線兵器の開発のために役立つという、それを書いている文書もちゃんと残っているので、まあ、どういうふうに ABCC も含めてこう動員されたのか、それをあのこれからの研究としてやりたいし、まあまあ、私は今日証拠資料として隠しているという資料をお見せしたとおり、まだまだ隠しています。あの入国禁止にならないですよね、米国の大丈夫です。あの例えば私が例えばですね、あの国立公文書館で調査をして、であの今までこのちゃんと手続き取ってやってるんですよ。だからあの捕まらないんです、ね、だからあのそうでないルートを使うと危ないけど、でもあのちゃんとあの情報公開で法はしっかりあのしてるので、まあ、そこの意識はあのアメリカ人の方がしっかりしております。1950年当時ですね、あの、小林明さんの亡くなられた奥さん鈴木さんがアメリカには入国拒否されていますからね、当時の話ですよ。それであとですね、ちょっと私の方からビキニ水爆実験による被災は日本以外の漁船にも
あるんじゃないかということで、そういうご質問があるんですけども、もちろん漁船ということで言えば、韓国の調査も山下さん今日来ていらっしゃいますけど、山下さんもされていると思いますし、沖縄ももちろんあるわけですね。当時日本じゃなかったわけです。で、まあ今私に聞いている範囲ではガムなんかでそういう核実験の保障に対する運動が起こるということだと思います。ただ日本以外の漁船ということになるとあんまりまだデータないですよね。漁船の被害ということでグローバルにやりますか。漁船としては、漁船としてというよりも、明日多分グアムの方、カムの方が報告されると思うんですけれども、ガムを含めて放射性効果物がこう深刻だっていう、資料をロバートさんが入手して、で、それを論拠に訴えてるんですね。だから漁船に限らず影響大きいということはもう、そういうことでご了承ください。ということで、ちょうど45分ということで、主催者の45分で終わるよということなので、本日でこれでシンポジウムを終わりたいと思います。斉藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。内藤さん、高橋さん、ありがとうございました。